スプラッシュは、鈴木が2008年に発売した小型ハッチバックである。ハンガリーのマジャール鈴木社で製造され、ヨーロッパ各国で販売された。また、同年10月より、日本での輸入販売も開始された。基本ボディは共通ながら、オペル向けに、専用のフロントリアエンドデザインを与えた、OEM 供給によって、オペルはギーラ、ボックスホールはギーラとしても販売されている。 さらに、インドでは、マルチスズキインディア社によって、リッツ、中国では、昇華ワキ社によって、破棄の名称で生産、販売されている。ヨーロッパ市場を向けに、ワゴン R の後継車種として開発された。プラットフォームは、2代目スイフトがベースとなっている。2代目スイフトとの比較での車体寸法は、前行以外が一回り小さく、 ホイールベースも 30mm、短い 2360mm である。ベースのスイフトよりも高く短い車体形状は、空力面では不利な要素であるが、ルーフ交端を下げたり、降臨前にストレーキを装備することで、ベース車と同じ CD10.32 を達成している。エンジンは、直列3気筒 1000cc ガソリンエンジン、直列4気筒 1200cc ガソリンエンジン、 直列4気筒 1400cc ガソリンエンジンとフィアット製直列4気筒 1300cc マルチジェット直噴ディーゼルエンジンが用意され5速 MT もしくは4速 AT との組み合わせとなる。鈴木の経営には2008年までゼネラルモーターズが資本参加しておりその関係からスプラッシュは GM の欧州子会社にも OEM 供給されている。ドイツのオペル および、イギリスのボックスホールでは、アギーラの2代目モデルとして販売される。鈴木の世界戦略、第2ステージ初代の車型と位置づけられており、他にはインドにおいて、マルチ鈴木インディア、さらに、中国では、長安記者グループの小川記者によって、製造、販売が行われている。欧州での好調な販売を受け、日本国内への投入も決定したが、日本国内の、 各工場は生産キャパシティに余裕がなく、ハンガリーのマジャール鈴木社から輸入し、鈴木さがら工場でプデゴに販売する形となった。鈴木としては、初めての海外生産工型乗用車の国内販売である。2012年4月の時点では在庫販売を終了していたため、サイト上では表示されなくなっていたが、同年5月より表示を再開した。燃費と、 排ガス規制を考慮し、2代目スイフトと同じく1.2リットルの計12バイト型エンジンに愛心を討たむウィンター製の CVT を組み合わせた日本市場専用設定となり、平成17年排出ガス基準75%低減レベルと平成22年度燃費基準プラス15%を同時に達成。2011年2月の一部改良でエンジンは、 同じ計1 2バイト型ながら、3代目スイフトや3代目、ソリオと同じく旧配偽、VVT 搭載仕様に CVT 文字やと個性の副変速機構付け CVT に変更となったため、燃費が向上し、平成22年度燃費基準プラス25%を達成した。駆動方式は FFCVT の一本に絞られている。 これらのエンジンと CVT は日本からハンガリーへ輸出され、現地で組み付けられている。ボディカラーは全6色、カラーに応じて3色のインテリアを設定。日本国内専用装備として、フロントのプッシュカップホルダーとセキュリティアラーム、リアパワーウィンドウが装備される一方で、リアフォグランプが省略される。バッテリーはテーブクランプ式の応酬型であり、取り付け方法は、 一般的な日本車種向けのバッテリーと異なる。日本仕様の右ハンドル車でも左ハンドル車と同じセレクトレバーを使用していることから大半の日本車とは逆の右方向でのセレクトとなる。なお、同様に日本国外向けを輸入販売するホンダシビックタイプ R、三菱、トライトン、三菱、ミラージュ、日産、マーチ、日産、ラキオ、トヨタ、ベンシス。 トヨタタウンエース、ライトエースなどとは異なり、車台番号は便方式による17桁表記である。大柄でしっかりした作りのシートが採用され、サイドカーテンを含めた6つのエアバッグ、定員人数分のヘッドレストと3点式、シートベルト、イモビライザー付きキーレスエントリー、さらに2011年の改良では、ESP も、 標準装備されるなど低価格ながら欧州基準の装備がそのまま日本国内向けにも適用されており安全性を売りにする欧州メーカーのコンパクトカーにも見劣りしない。同クラスの日本車では小物入れの数やルーフ打ち張りの厚みばかりが重要視されがちであるがスプラッシュのそれは日本車と比較して簡素なものが採用されあくまで実用車としての車作りに徹している。 一方で、ラゲッジアンダーボックスに収納できる、ラゲッジシェルフや、セレクトレバーの邪魔にならないようにせり出すインパネの、カップホルダーなど、細かな部分では、日本的な気配りも取り入れられている。乗り味は、柔らかさばかりを強調したものや、低コストで、操縦安定性を容易に確保できる全域で硬い、ものなどが多い日本車とは一線を画しており、微小入力域からよく動き、 大入力に対してはたっぷりと確保したストロークで衝撃をいなす少し前のドイツ車風のサスペンションセッティングがなされている。これは開発段階で OEM 先のオペルから自社基準の走行性能を満たすために多くの提案があったことが影響している。ありがとうございます。